パロアルトの戦いは、米北戦争の最初の主要な戦いで、1846年5月8日に、現在のテキサス州、ブラウンズビルの市から5マイル離れたところの紛争地で、戦われた。マリアノ・アリスタ将軍率いるおよそ3400名のメキシコ軍部隊の一部が、2400名のアメリカ軍部隊と交戦した。戦いは、アメリカ軍の施設、テキサストリデを、 メキシコ軍が包囲しようとした結果起こった。メキシコ軍はそれをメキシコ領テキサスの境界内に建設されたものとみなした。イザベル公から物資を受け取っていたザカリー・テイラー将軍は遠方で大砲の砲火の報告を聞いた。メキシコ軍はテキサストリデの攻撃を開始した。テイラーは彼の物体を集めトリデの防備兵を救出するべくと信したが、 アリスタ将軍率いるメキシコ軍に途中で妨害された。フランシスコメヒア将軍指揮下のもう一つのメキシコ軍、部隊はブラウントリデとマタモロスに残っていた。アリスタ将軍の軍は幅1マイルに広がり、アメリカの銃剣攻撃を不可能にした。通常ではない動きで、テイラーは敵を攻撃するため銃撃隊を前に進めた。 このサミュエルリングゴールド少佐が開発した、攻撃したらすぐに別の位置に移動し、もう一度発射するという軽い銃を使用する戦術、フライングアーキレリーでアメリカ軍は戦いに勝利した。重くて発射の遅いメキシコ軍の銃は、パロアルトの深い矢部では虚しかった。アリスタは、騎兵に銃撃隊への側面攻撃を命令したが、アメリカ軍の フライングアーティレリーは接近する急兵を退けることができた。リングゴールドは戦闘による負傷で死亡したが、彼の死はアメリカ側の指揮の重要な後押しに拍車をかけた。戦闘の初日の後、テイラーはメキシコ軍が戦場から撤退し、次の交戦地のレサカデラ・パルマに野営地を移動したのを見て行動を起こした。メキシコ軍はいくつかの理由でアメリカ軍よりも 大きい死傷者を出した。メキシコ軍はアメリカ軍よりも火薬が乏しく、彼らの大砲とマスケット銃の射程距離が短かった。乏しい火薬は早く暴発する傾向があり、そのため多くの兵士がよりわずかな量の火薬を装填し、さらにそれは兵器の射程距離にも影響した。メキシコ軍兵士は通常ほとんど訓練されておらず、揮発性の火薬をしばしば恐れた。 戦争中における典型的なメキシコ兵はアメリカ軍よりも技術的に粗悪な武器を持っていた。アリスタの兵士が使用していたマスケット銃はイギリス軍がその一世紀前のナポレオン戦争とアメリカ独立戦争で使用したのと同様のイギリス製のブラウンベースだった。交戦地は現在パロアルト戦場国立史跡として国立公園局が管理している。ありがとうございます。